で、どうすればいいんだっけな。右に曲がるときは、こっちはブレーキ、どうすんだ変なおじさん。どうすんだこれ。一回セーブしてもう一回見よう、あれを。テンプレート、ラッキー、AD か。ああ、なるほど。こっちの翼を下げる感じにするんだ。左に曲がるときっていうのが A で。ん？左に曲がるとき、こっちをこうして。ああ、はいはい。翼を下げるんだ。ああ、なるほどね。OK、OK。左に曲がるときにこれを翼を下げる方向だからこれでいいのか。じゃあこれ消してあれコピーして、でこれが右に曲がるとき D 下げる、はいはい、これでいいのかな。じゃあめちゃくちゃちっちゃい飛行機になった。コンパクトでかっこいいじゃないですか。下にぶつかって。ん？そういうこと？運転席とちっちゃい羽2個だけになって。なんか可愛いよね。見た目は可愛いけどそれ飛んでるんですか？いや飛んでない。もう動くことすらまま何もできない。あ！飛行機の幼虫になった。ああすごっ。いや完璧だわ。できた？できた。よいしょ。ほらほら迎えに来ましたよ。あたた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 。よいしょ。乗るかい？え乗れるの？もう一人。座席ないけど。ないかい。こう。もう乗れないね。スッてなんか。いやこれは自在だな。あーもう完璧だ。空は私のもんだわ。いいじゃん。これはいい飛行機、ありがとうございます。これは完璧でしょう。ちょっと待って。回転サーブどこで使ったの？主翼の端っこ。これをこれ意味あんの？ある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 。それでそれで車体機体を右に傾けたり左に傾けたりできるんですよ。よくできてる本当に。エースコンバットやりたくなるね。いやーもう機動性がもう変わったわ。段違い。前まではね、なんだ、ヒンジを使って無理やりやってたんですけど。あとミニ飛行機。これになってくると、あれよね。着陸もちゃんとできんじゃない？よいしょ。よいしょ。はい、行け。失速した。うん完璧だなこれ。言っちゃなんだが完璧よ。ズムさん見に行こう。これは作ってないよ。あそうなん。これスラスターいらないかな。
スラスター外すとまた重量バランスとか考えなきゃならなくなるから大変なんですよね。ほんまね。迎えに来ましたよ。おお。ほら見事な着陸。おお。ちゃんと着陸してるじゃん。でしょ。機体が軽い上にモジュラーウィング8枚による揚力で安定性も高い。あ、本当だ、8枚だ。全然気づかなかった。いやもう完璧よ。ただね、ズムさんを乗せる余裕はないな。乗せてよ。残念ながら一人乗り、一人乗り用なんだ。ここにもう一個座席つけれそうだよ。そうなるっちゃうから。いや、そこにつけたらもう完全にあのバランス崩れちゃうからダメ。でも真ん中だったら大丈夫だ。いや真ん中じゃないんですよ。この重心割と前に私の操縦席の真下あたりが重心なんで、うん、結構ね飛行機関係は本当に重心とか大変。座席重いのよね。ゴーカート運転席ならワンチャン。ゴーカート運転席は軽いってこと？ゴーカート運転席取りましたよね。取ってなかったっけ？取ったさっき取ったよ。これか。軽い運転席 17.5kg。 ああ本当だ、歩くはある。オートバイ運転席も軽い。ゴーカート運転席っていうよりはなんか水上機、水上バギーっぽい、ね、うん、よいしょ。ゴーカートだけにね、何がかかってんの。大事なところを抜かさないでほしい。ちょっと、え、自動車それ飛ぶんじゃないの？どこまで行くの？ねえ、飛ぶの？あれさっき飛べたと思ったんだけど、どうやって飛んだ？え、ズムさん、飛行機適正、今までに飛ぶ機械たくさん作ってきたじゃん。なんかこれはあんまと、どうやって飛ぶんだろう。やっぱり地面と海中だな、俺は。ああ、まあ、まあね、まあね、適正、適者生存っていうやつがありますからね。なんだっけ、それ。あ、飛び出した。おう。どう？楽しい？高く上がれないな。それは頭持ち上げて。まあね。え、何がまあね。海の中よ。いや、水中が得意ですもんね。なるほどね。あと。うん。逆の色がいいな。火山ところと、ここにも未知のやつが。あ、さっきのところにもう一個未知のやつがあるよ。OK。じゃあそれ取り行きましょうか。うん。え、いや、これ逆がいいなよ。3… あ、間違えた。333かな、リカバリー。333、OK。一回セーブして、から、いきます。これね。うん。ああ、はいはいはい。さすがに。よいしょ。え、どれ？あ、あれか。さすがに、うん、そうよね。そりゃそうだ。よいしょ。それは、あ、嘘。それは結構ですよ。いや、言うてさ。言うて。パワーコアっぽい。はい、了解。地上では曲がれないんだ。そうだ。わあ。爆発するやつだしな、しかも。オッケーオッケー。これはあれの出番じゃない？なんだっけ？
こいつでしょ多分そいつ。どれだっけ、これか。お水飲むのだ。飲みましょう。うん、よし、行くか。これライトついてないのね。確かにライトついてないな。ついた。え、うっそ、早っ。ズムさん、それじゃなくない？え、これじゃないの？うん。あ、それか。うん。まあまあ、行きますわ、私、これで。うん、行っちゃって。パワーコア見た？一応、333のとこにいるわ、一応。オッケー。いや、便利っちゃ便利よ、これ。そう。うん。ちょっとデリケートだけど。あ、あ、あ。デリケートね。あ、でも来てるわ。デリケートね。頼ますわ。なんで乗るねんな。どっちだっけ。え、どっちだっけ。あっちよ。あれか。あー、いや難しい。ちょっとね、最後だからって気を抜いたかもしんない。いいよいいよ、迷う迷う。どうさ、口を出すんじゃなくて運転してほしいんですけど。空はもう任せた。おいよいよ。あ、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 そうか、作り直せばいいんだ。よし、うーい。で、こっち行って、え、行かないか。で、スイッチ入れて、よし。いい加減にしてほしい。やりたくてやってるわけだ。じゃあズームさんやってください、これ。え、そっちで行く。いや、これはすごいな。じゃあこれちょっと、これ借りるわ。仲良し。私乗るわ、じゃあ。よいしょ。じゃあなわけいいわ、じゃあ自分で行くわ。よいしょ。なあ、不本意ながら仲良ししてしまった。まあね、これは下で死んだけど。あ、そうだったんです。うん、その爆風で吹き飛ばされて、うん、いいですね、いい落ちだった。それは爆発落ちなんで最低。やばいやばいやばい。完璧。あれ、こっちじゃなかった。こっちじゃなかった。向こうじゃん、せっかくちゃんと着陸したのに。ダメだ、俺これ向いてねえわ。もうね、ズムさんは細やかなアクセルワークできない人だからね。イケイケだから。え、イケイケおじさん。あ、やべ。向きが違うね。あ、それでいけんだ。すごいな。運頼みじゃんって思ったのに。思うじゃん。あ、これあれだな。ウォータービーム。いるじゃん。うん、なんとか来たけど任せますわ。そうじゃん。え、なんで落ちてたの。え、なんで、わかんない。運ぶか。あ、あ、
あ、うまいじゃん。あれ。試合でもついに本領発揮か。どういうことよ。任せてほしい。お願いします。アメリカのビヨンビヨンする車みたいね。笑いを捨ててきた、ね、ズムさんにはちゃんと笑いを取ってもらわないと。あ、嘘、まあ、トモちゃん、まだチャンスある。嘘、ちょっと笑いはどうした。笑いは任せてほしい。これがそういうことよ。俺よ、これがそういうことよって何。はい、あー、ナイスナイス、やるな。細やかなアクセルワークができない俺。ちょっと、そう思ったかって思ったけど、そう思ったのか、思ったけど、今まあまぐれっていうこともありますからね。いやいやいや、まぐれであの運転はできないよ。でもこの辺まだまだありますよ。この辺でもさ、うん、あ、でもそれこそこいつで行けるんか。うん、そんな気がしない。ちょっと行ってみるか。オッケー、どっから行く、あれ、このパワーコア取ってなかったっけ。これシールド24とかだな。うん、シールドの南側になんかまだあるんですよね。いっか、パワーコアがなんか残ってます、一番下。うん、さっき取ろうとしてヘリコプターがないとダメだって言ったやつですけど。あ、そうか。でもこれでいけそうな気はする、頑張れば。 もはやね。じゃあそれ取りに行く。 OK、向こう移動した方が良かったな。あ、あー、なるほど。シールド来ちゃったわ。え？シールドなんかたどり着いちゃった。待ってよ、パワーコア来たよ俺。あ、そう、ちょっとそっちも、どうしよう、そっち持っていけるかな。ま、あ、いや、向こう行くか。ズムさんとこ行くわ。よいしょ、頼んだ。おうおう、やるじゃん。ジンバルカーさ、うん、バックできねえんだ。そんなこと、あ、できないわ、本当だ。ジンバルは全てを解決する、本当に細やかな動きがこれによって可能になってんのかな。あれ爆発するんですよ、それも。大丈夫、大丈夫、大丈夫。おお、あっぶな、あっぶな。ああ続くね。いいよ、観客を飽きさせない心、いいと思う。私のそばには来ないでほしいな。最後の最後の最後に死んでないけどね俺。 OK、 いや、そういう問題じゃない。ズムさんは死んでもいいからコア守ってほしい。え、なんか飛んでった俺。何飛んでった俺って、何、どこ行ったの。え、あ、飛んでんね。宇宙だわ。え、脱出、星から脱出。うん、俺今ね、すっごい高さにいるよもう。なろうね、よくあるバグかな。 1000m 上だよ。 1000m、 あ、やばい。引っ付け方がまずかったっぽい、変な干渉が。あー、なるほどね。あー、だから飛んでいっちゃったんですね。そう、ブロック同士の干渉コリジョンがうまくいってなくて、妙な動きをすることがありますよね。どうぞ。いや、いけてない。うん、あ、そうか、それやればよかったんだ。まあね、
キーボードだと作り直しが指が離れてんですよね。ほんとこのゲームキーバインド変更ぐらいさせてくれてもいいのにって思う。キーバインド変更、操作するキーをね設定し直すこと。お、やるじゃん、ひっくり返ってるけど。もう俺はダメみたいな。ダメね。いや、作り直したらダメなのかな。ちょっと作り直したらダメなの。トリックは。え、これ取り行くの？ちょっと待って。あれを出すかじゃあ。設計図。なんか設計図増えたなぁ。あ！え？ちょっとジンノシ。え？え、何？何が起きた？なんか、神野氏の車が干渉して大変なことになった。え、なんで、車？でも大丈夫、直った。スイッチ入れて、でかくなったな、これ。でっかい車に対応できるようにね。あれ？まだくっついてない。いいよ、いいよ。ほい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 。ガントリークレーンよ。干渉のつく、ん？ちょっと待って。オンリー伊藤さん、干渉の使い方によっては開始初期のブロックだけで生身を挟み込んで開幕空島にも行けたり。そんな裏技、これは裏技。裏技だね。伊藤家の食卓だね。ズムさん、あ、いけんのか。イエー、はい、パワコアンロック、いいね。やっぱりね、安定性で言えばこいつが一番よ。いらん。これ全部シールドなのかな、ミッコンが。パザンの。え、そんなことないと思う。え、そうかな。なんかそれっぽくない？あ、ほんとだ。1個シールドだ。ん？ 1 個シールド。2個シールド。まあ、見に行かないと何とも言えないんで、見に行こうか。これドラゴンジェットも行けるんじゃないじゃん。ジンバルジェットで？うん。ジンバルカーで？ジンバルドラゴン。行けっかな。いける気もするな。そうね、操作さえ間違わなければここに持って来られそうな気はする。ジンバル最強だったか。ジンバルだったのか結局。こうしてこうしてこうして。ドラゴンジェットのとこ行ってみるわ。オッケー。いや、私はちょっと身元不明のコア見に行ってくるわ。オッケー。あ、俺でも今身元不明のコアがある近くに。これ本当に何くるくる回ってますけど大丈夫？操作がさ、あ、シールドだ。やっぱ全部シールドだな、この周りはか。ジンバルカのタイヤをトラックタイヤあたりにすると着陸も安定しそう。あー、確かに。トラックタイヤってどんなんだっけ。なんかでかいやつ確か。あいや、シールド取っちゃった。落ちちゃった。落ちちゃったのかい。落ちちゃったけどなんかリセットされないね。これ運ぶのが簡単になったな。ちょっと待っててよ。ドラゴン持ってっから。オッケー。え、いける？いける。これいけるわ。じゃあこのシールド運ぶだけ近くに運んでおこうか。で、こう。で、こう。そーっとちょっとなのに。これ、コアも移動させて、悩ましいな。ちょっと見に行くか。
よ。何が？抜けた。おお、すごい。ブチャ。これでこうしてこう。やったぜ。おお、すごい。よくあんなんいけますな。初日の出みたいになった。うん？加工すぐ上。緊張の瞬間だわ。ガチのやつよ。あ、そうか、爆発するんだっけ。そういうこと。さあ行くよ、あっちまで。あ、いや、あっちでいいの。え、もっとさ着陸しやすいところじゃなくていい。そうしよっか。うん、他ある、見つかって。え、すぐ見えるあれは、あれなんだっけ、リカバリードローン13連行するわ。あっ、落ちた。何、落ちた、落ちた。え、落ちた。コアが落ちた。コアなくなったけど。なくなったね。とりあえずドラゴンジェットだけでも。そうね、お願い、ついてきて。いけ。いやー、もうだからさー、あ、いや、コントロールが良くないよこれ。だって飛行機の時コントロールよく使うもん。わー、着陸失敗。なるほどね。あー、二人とも失敗か。一回チャレンジするか。するか。いや、いける。ドラゴンジェットは欲しい。そうね、それは欲しい。うわーだった、本当に。芸人魂、そんなつもりでやったわけじゃないんですけど、まあ、ズムさんはそうかもしれない。いや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 、俺はもう、俺ガチだったけどね、めちゃくちゃ。いやー、くそ、ほんと操作さ。まあ自分で、そうだ、設定変えろ。合わせて使いたいな。何を？ドラゴンジェット。またズムさんがミサイルのように走っていく車を開発するわけですね。最高でしょ。いや、ここのロマンカーよ。あー、ロマンスの神様みたいなもん。違うな、どちらかというと特急ロマンスカーみたいな感じよね。改造する、これをだからオフロードホイール、着陸を確かに安定させよう。ああ、もう、もう死んだじゃん。うん、改造する。まずさ、まずトラクタービームのスイッチを分かりづらいとこにしよう。これにしよう。そういう改造ね。違う。嘘。聞かないの。もう。マウスの第2第3ボタンとか割り当てらんないのね。あ、そうなんだ。うん、ちょっと半端だな。エンターがこっちか。ちょっといいじゃん、かっこいいじゃん。モンスタートラックの方がかっこいいぞ。今格好必要ある？格好よ、やっぱり。おい、これはいいぞ。うん、おっせ。重いんかこれ。あれ、こうか。え、これダメか、もしかして。あ、これダメな気がしてきた。なんでなんで。重量が。あー、なるほどね。これはあれだ、だいぶダメだわ。だいぶダメ。そんなにかい。バランス取れない。
モンスタートラグタイヤは重いのでジンバル2個くらい追加した方がいいかもですって。本当にそれ。よいしょ。そうだろうと思って私はもうすでに追加してありました。ジンバルとプロペラの組み合わせ、ドローンをさ、ドローンもこういう感じに動かしたいんですよね。よいしょ。いや無理かな。 I'll be back。 沈んだ？まあね。じゃあ私ちょっと向かおうかな。なんか銃声がしたな今。安定しないね。1枚じゃないもう。おお。すげえ安定したし早い。これはいい。あれだな、補助動力があった方がいいな。あー、なるほどね。うそなおね。重くなった分一振り回されるとえらいことに。そうですね。どうしようかな。いや、俺これめっちゃめっちゃ良くなった。とんでもない安定性を手に入れた。お、何そんなに奇跡のバランスを手に入れたというのか。手に入れた。安定してる、跳ねるし。これはもう加速度、はい、どうしようもなんねえな。あ、こうか。一回だけやり直しが効くんで。浮き上がる速度が速すぎてさ、うん、間違ってすぐ出ちゃう。これか。よし、ここから慎重な作業が求められますので、どれだっけ、これか。あ、しまった。そうか、下がれないんだっけ。そうなんよ。よいしょ。よし、ゲット。ナイス。見てるよ。何やってんの。見てる。オッケーオッケー、分かった、見といて。近づくと邪魔になるから。そうね、ぶつかったら爆発しちゃうから。さあ、でさっきの場所ね。どっち、さっきの場所。でもこれタイヤが大きくなったおかげで着陸はしやすくなった気はしますね。うん、しやすくなった。こっちよ。え、もう反対行っちゃったわ。え？ OK、そっち行くわ。あ、あれか、OK。え、どっちが近いかな。どっちでもあんま変わんないね。あっちにするか。あ、そっち。
ちょっと待ってよ、俺近くにいたいんだけど。先に移動して。いい。あ、そう。うん。そう、そこそこ。ただ、ただ、ただ、ほんと安定しないね、君は。いや、これ改造してもうちょっと安定した動きをできるようになったら最強説あるね。使い勝手は確かに。もうさ、ちょろっとこう翼みたいになって、これ役に立ってんですかね。やっぱあれじゃない、立ってんじゃない。立ってんのかね。よし、おー、危ねえ。ドラゴンジェット、ナイス。いやー、長かった。宇宙船 97% 完成。ついに。いやー、ナイス、ありがとうございます。長かった。ありがとう。いやー、でさ、ほんともうちょっとうまいことやりたいな。どうするのがいいかと言いますと、プロペラを使います。プロペラ、プロペラ使う？プロペラとジンバルジェット両方使うとなんかいい感じになんないかなって思うんですけど、なんないですかね。プロペラ？プロペラ？こういった。ドラゴンジェット、加熱しない強力なジェットエンジン、だからずっとあれできるってこと？嘘。反則では？やばくない？ちょっと待ってよ。俺じゃあもうこいつ。反則では？これはやばい。どうしようかな。これは間違い。お、ずっとだ。まあ確かに、でもずっと燃焼してないと宇宙には出られませんもんね。オンリー伊藤さん、出力だけで言えば加熱するジェットの方が上。ああ、うんうん、そうなんだ。まあでも瞬間火力みたいな話になってきますよね。だから、うん。あ、違うか。パワーコアも加熱ジェットよりパワーコアを1個、ん？パワーコア、あ、加熱ジェットよりパワーコアを1個多く使う。はい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 。まあでも使うだけの価値はあるんじゃないでしょうか。常にジェット吹かしてられるっていうのは。ダブルドラゴンプラス加熱ジェット。ダブルドラゴン。なんかゲームのタイトルみたいじゃん。燃えよドラゴン。バランスが悪いな。やっぱ4つ使うか。サモハン金庫よ。
それはジャッキー・チェンの話では。確かにそうだわ。騙されるとこだった。いや、これいいぞ。こっちはマッチョドラゴンを目指そう。いやいや、そんなのは目指しはしませんけど。これアレックスか。はあ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 、分かってきた分かってきた。重心から遠くに置いて、で均等に散らせば安定しやすくなるんじゃないかな。これ本当役に立ってんのかな。これそういう意味ではドローンもそうよね。あいつも結構大きめに広めに場所を取っておきながら、大きめに場所を取って端っこの方にプロペラつけてた気がする。これすると、まあいいか、ひとまずやっ、あれ、私いつの間にこれ消した？力は足りないからもう一個くらいつけてもいいな。もう一個どころじゃ済まないね。あんまりどうすっかな。同じ場所に増やすか。いや、前後かな。なんだってパワーコアが不足しているの。うわー、あと1個いるのか。はあ、そう。あーん、このスラッこれいらね。いや、どうすれば。いや、こういうことよ。ん、あ、パワーコアが足りないでしょう。パワーコアは必要なんよ。パワーコアあと1個欲しい。わかる、あと1個探しに行きますか。一応俺なんとか、なんとか見てこれ。うん、見る。ドラゴンジェットジンバルは意味あんの？え、それ、え、どっちが前それ？こっちが前。だけどバックもできるんですよ。ああ、なるほどね。はい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 。そうするとバランスもちょうどよくなる。はい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 。そして早い。あのさ、多分ジンバルジェット速さ求めてないと思うよね。いやでも、ちょっとなるべくこうこっちに行きてえなっていう時にスッと行けるじゃん。やばい、あとちょっと切り返す、こう一瞬の出力のこの高さがいるみたいな。ああ、なるほど。まあそういう、そうね、そういうタイミングもあるかもしれない。 OK、 分かった、分かったんで、パワーコアもう一個取り行きましょう。じゃないと私のジンバルジェットが動かない。なるほどね。 OK、 どこだ、分かんない、分かんないでしょ。
この火山の周りはシールド3つっていうことが分かった。なんか1個さは取ってないパワーコアあったような気がしたのは取ったのか今あるの。どこだ。あ、空島かな。空島か海の中でしょう。え、いや普通に外に1個なかったっけ。ほな、なんか深海に1個残ってるっぽいよパワーコア。うん、いやパワーコアかどうか分かんないけど深海行ってみるか。うん、1729の東の深海。ああ、これか。確かに行ってみるか。うん、え、あ、まあいいけど、なんかちょっとあれかも、重いかも。うん、まあね、これバランス取れてねえわ、これ全然ダメだ。そうか、タイヤを軽くすればいいのか。でっかくって軽いタイヤとかないかな。あー確かに。で、ズムさんどこ行くって。こっちだから、あっちだ。はいはい、ついてきてほしい。オッケー。前方に煙を吹き出させるよね。分かった。そういうことや。どういうこと。そうすればバックもできるってことよ。ああ、あのドラゴンエンジンの力によってね。ただバランスは良くなかった。ドラゴン大量の余地ありよ。ドラゴンジェット重そうですよね。30キロあったわ。この辺っぽいけど、え、上か、上っぽい。いや、下ですな。あ、うん、まだ下。え、4メートル上って出てるけど。いや、そう。え、じゃあこの辺、この辺ってこと？うわ、絶妙に通れん。絶妙に金魚操作性が悪いな。どこ？ん？ないね。私が見てるよりも、あっち。あ、ここじゃ、え、ん？ここじゃない？え、違うのかな？うまくいかない。うまく動けない。レベルか。よいしょ。ここ、ここ。あ、ほら、あった、あった。あった？うん。え、だ、向き変えて、向き変えて、私が見てる方よ。あ、本当だった、うん、これはビーチボールディスペンサーなんでそんな投げたがんの。ディスペンサー多すぎない。まあ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 、どうする、どこに持っていく。ね、まあまあ磁石島が無難じゃない。ここはリカバリードローン1729。これ空の上じゃない。空の上か、磁石島か。うん、オッケー。運べる。なんとか下はの方は任せてほしい。はいはい。重いぞこれ。やっぱりでかいもんね。浮き上がっている。微妙に浮き上がって。ふう。いいね。ディスペンしていこう。ディスペンス。ディスペンするっていう、これはどういう意味合いなのでしょうか。ビーチボールをディスペンしていくってことよ。ディスペンって。あ、こう投げつけられるよりはマシかもしれないな。確かに。ビーチバレーできるよ。うん。それでも死ぬのかしら。どうなんだろうね。ねえ。どっちか。あ、大丈夫か。びっくりした。俺タイヤない。なんかタイヤ1個ないかと思ったら違うわ。タイヤ
なんだろう、多いわ。多いわってなんだ。曲がれねえ。うん。重すぎて曲がれん。これ二人だからまだいけるけど、一人だったらかなり辛いですよね。一人では無理だね。一応ソロゲーではあるんですけどね。ソロゲーなのこれ。マルチもできるけど、まあ基本ソロなんじゃない。均等配分器には地主に分があるか。ディスペンスは出す、配る、分配するといった意味よ。ありがとうございます。まあ確かにね。勉強になるわ。配信で俺どんどんいろんなこと覚えてってるからな。そしてどんどん忘れていってますよね。そうじゃん。シャカキピー食ってんじゃん。人が一生懸命ビーチボールディスペンサーを運んでるときに。バレてしまっか。これちょっと待って、これ、上がれる？わかんにゃい。ちなしこれ、もう俺、無理かも。わかった、じゃあなんとかしてみますわ。いけるかな。ちょっと、こんな感じかな。頼んだよ、金魚ディスペンサー。ディスペンサーではないね。スイッチどれだっけ、どれか。いいよ、その辺でちょっと一回話して。はい。で、スイッチ入れて、持って、で、浮力上げて、切り離して、で、俺は、こいつで待機を。あはー、ちょっと、このまま行くか。はっ、嘘！え、何？どうなったの？なんでもないです。消えてないよね。消えてない、消えてない。あー、びっくりした。いや、ほんと操作方法でございますね。ディスペンスの昨日真剣ゼミでやったやつなんだ。中学生ですか。いや、おじさんのはずなんだけどな。だいぶおじさんのはずなんだけどな。どれだっけ、これか。ぶっつけて、切り離して、こっちか。おじさんが真剣ゼミやっちゃいけないってわけではないからね、確かに。ああ、まあね。おじさんだって真剣ゼミやる権利はあるもんね。真剣ゼミやる権利。お。いやー、あるよ。いや、ないね。泣いちゃったわ。泣かせた、陣の氏が泣かせた。なんで私なの、違うでしょう。おじさんがね、中学生なんですかって言うから。いや、だって真剣ゼミって言うからそう思うじゃん。わかんないじゃん、これは。それはもう多様性よ。でもおじさん真剣ゼミやんないでしょ。あ、運んでこれる。今頑張ってっとこう。じゃあもうちょっとあっちの方で受け取りにしようかな。どうかな、持つ。あれね、持つ場所をもっと考えたら容易に運べる気はするんだけど。いや微妙。せめて浅瀬には行きたい。あ、行けた。あ、嘘だわ、いけないわ。地の仕事引っ張るか。ああ、それもあり。ただこっちまで来られないと思う。これでちょっとずつ行くか。おお、いいね。あ、掴んでない。ちょっと まだその動きなのね。違う、これできる。直した。本当？ボタンで違う。あ、はいはい。これやったね。あー、これダメだね。ほんと？これダメだね。え？あ、あー、消えた。消えた？消えた。あー、
あ、でも真下だ。まだいける。よいしょ。あ、ちょっと待って。その前に、これも直そう。いや、先行った方がいいかな。なんかシフトのそばにあるから、これでいつも落ち間違っちゃうんですよ。これが良くない。本当に。誰こんな設計したやつ。保存。あれだ。まあ私なんですけど。どうかな。これね、多分、トラクタービームの場所をもうちょっとお尻側にすれば、まともに動けるようになるんじゃないかな。ここにしてん？あ、向き変えるか。でねっすよ、敵に回すからよって怒ってるよ。いや、そんなつもりは ないでございますけども。あれ？何これ？エンズムさん何してる？俺、ビーチボールディスペンサーと、運んでるよ。まだね。ただ、これ以上上に上がれ。でしょうね。これならいけるかな。あとちょっとなんだけどね、俺。いや、いけるか、いける、いけそうだな。浅瀬まで持ってこれそうだぞ。あ、ほんとに？すごいじゃん。腕虫のパワー舐めないでほしい、ほんとに。やっぱり腕虫よ。腕虫じゃないか。なんだこれ。あれ。名前忘れちゃった。こうか。うん。で、ああ本当だ、すごい。崖を登っている。小さなことからコツコツと。いで。ゆっくり上がってるからね。いで。私が上がれないわ。よいしょ。頼む。あと少し頑張ってくれ。こうしてこうか。うわ、無理かも。え？うん？無理そう？どこじゃん。いたわ。おお、素晴らしい。やるじゃん。このまま行くわ。そうね。いやー、なんか本当に運送屋よ。こいつすごくない？こんな見た目の割にあんな時あるんだから。うん。残念ながらこれはやるやつだ。認めざるを得ない。でしょ。違う、ここでやっちゃダメです。あ、見た、大丈夫。え、大丈夫ですよね。ちょっと行くわ。なんか怖いじゃん。うん。はい、お願いします。ほい、はい、ナイス。ああ。